おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんどうもこんにちは、滝沢でございます。本日はリクエストにお答えして、皆様と一緒に麻婆豆腐を作っていこうかと思っております。麻婆豆腐。何気に麻婆豆腐ってね、すごいこう皆さんすごい好きというか、なんかこう考えてみたら、なんかこう、僕麻婆豆腐嫌いなんだよねとか、私麻婆豆腐苦手なのみたいな感じで、麻婆豆腐嫌いっていう人ってなかなかいないですよね。結構みんな好きというか、まあ、辛すぎて食べれる食べれないはあるかもしれないですけども、何気に、カレー並みに国民食なんじゃねえかななんて思ったりとかする麻婆豆腐でございます。まあ、その麻婆豆腐を一緒に作っていこうかなと思います。皆様の中には、丸美屋とかクックドゥとかその他もろもろのこの麻婆豆腐の素みたいなのを使ってね、作ったことあるって方は結構いらっしゃると思うんですけども、自分で味付けしたことあるという人はなかなか、いないかなと思います。今回せっかくなんで、ちょっとね、ガチ中華っぽく、作っていきます。丸美屋とかクックドゥはかなり日本的な味付けになっているんですけども、ちょっとガチめに、作っていこうかなと思いますので、調味料が多くて大変なんですけども、頑張ってやってみてくださいませ。四川風ってなっちゃうとね、あれガチ四川は本当にね、もうめちゃめちゃ辛いんで、四川寄りな、日本風から離れた四川寄りな麻婆豆腐を作っていこうかなと思います。そんな感じでございます。前置きが長くなりました。材料の確認です。バランバランバンバンバン。まず、ひき肉とお豆腐と、あとネギですね。この3つは必ず必要です。これはもう絶対入れましょう。で、調味料を紹介させていただきますと、生姜、ニンニク、これはまあおなじみですね。最近よく使いますね。で、醤油、塩、コショウ、ごま油、豆板醤、必ず入れてください。で、あと、スープ入れなきゃいけないので、ウェイパーを使いましょう。ちょっと鶏ガラとかね、取っていくのがね、ちょっとさすがにめんどくさいので、ちょっとこの辺はウェイパーに取ります。で、あったほうがいいもの、トーチ。これすごい。すごいあったほうがいい。このトーチ。トーチって何やねんって話になると、皆さん見たことありますか、トーチ。まあ、大豆が腐ったやつです。なんかすごい、ダークチョコレート。のような風貌で、なんか香りもなんか若干そのダークチョコレートな感じがするんですけども、まあ、食べてみると単純に腐った豆っていうのがそういうトーチってやつでございます。トーチちゃんとかもあったりとかするんですけども、トーチ、ぜひ用意しておいてくださいませ。ただ、売ってるスーパーがめちゃめちゃ少ないんで、売ってたらで大丈夫です。これ買おうと思うとね、なかなか売ってないと思います。もし見かけたら、普通にちょっと入って100円とかで売ってるんで、ぜひ揃えてみてくださいませ。これが入るとね、すごいグッと、本格っぽくなります。ポイントとしては、山椒。山椒と豆板醤の量とトーチ、この3つがそのいわゆるそのガチ中華に近づける要因かなと思いますので、よかったらこの3つを揃えてみてくださいませ。で、甜麺醤とか、ね、揃えるのめんどくさいからね、赤味噌で代用していきます。皆さんの家庭にそう、もし甜麺醤があったら甜麺醤使えばいいんですけども、甜麺醤ないよという方結構多いかと思いますので、赤味噌で代用していきましょう。赤味噌がないよという方は、まあ、普通の白味噌と合わせ味噌でもいいかもしれないですけども、うん、まあ、ちょっとやってみてくださいませ、白味噌。ちょっとこの 赤味噌 の、ね、このコクが、ね、大事だったりとかするんですけども、まあ、白味噌でも多分大丈夫だと思います。できれば赤味噌。ベストは甜麺醤。けど僕は甜麺醤にあんま使わないし、ね、結構あれ高いからね。あんま買わないですよ。甜麺醤高いです、何気に。では、ネギを切っていきましょう。こんな感じで水洗いをしたら、根元の方を落として、この包丁の顎を使って一番外側の皮だけを剥いていきます。一番外側の方はね、なんか汚れがついてたりとか、傷んでたりとかするので、ちょっとポイをしてしまうんですが、でも今回のやつはなんかすげえ生きがいいから、ちょっと先っぽの方は、この辺は使ってしまおう。なんかね、めちゃめちゃ薄くなったりとかしね、傷んでたりとかするので、こんな感じで一番外側の1枚だけ、剥いであげましょう。で、半分に切って、で、必要であれば、ここからまたさらにこういう感じで半分に切ればいいんですけれども、この辺はお好みです。別に切らなくてもいいですし、切ってもいいですし、どちらでもいいです。お好きな方で。で、この縦に小さく仕上げたならば、ここから刃を落としてみじん切りっぽくしてあげます。いきます。まあ、なんだかんだですね、ぐつぐつ煮込んでいくんで、そんなに細かくしなくて大丈夫です。なんとなくざっくりで OK。まあ、さすがに1センチ角とかで、ね、切ったら、ね、それはでかすぎだなって感じがしますけれども。ちょっとぐらい大きくてもね、グツグツ煮込んでる間に柔らかくなりますし、そんなにこだわらずで大丈夫です。ある程度で大丈夫です。ある程度、まあ、2ミリぐらいの、まあ、握りつんですかね、これは。2ミリぐらいの、みじんではないかな。みじん切りになるのかな。みじん切りですかね、これは。2ミリぐらいの粗いみじん切りにしてください。
で、ちょっとその間にもうすぐにこっちの味付けに入れるんで、ちょっと火をかけてみましょう。で、その他に切る材料としては、トーチ。もしトーチが見つかんないし、トーチなかったけれども、家にトーチジャンがあるっていう、なかなかマニアックな方、トーチジャンが家にあるのはなかなかマニアックだと思うんですけども、トーチジャンがもしあったらね、大さじ1ないぐらいを、大さじ1杯ないぐらいを入れれば十分です。で、もしトーチある方は、用意できた方は、ちょっとこのままだと大きすぎるんで、適当に刻んでおきましょう。本当に適当に大丈夫です。ざっくり。ちょっとこのままだとね、食べたときにすごい大豆感が半端ないんで、ちょっとだけ細かくしておきます。ほい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 、なんかすごいね、ダークチョコレートっぽいんですよ、なんか雰囲気が。不思議なもんで、ダークチョコレート。なんかこの包丁を切ってる感覚もなんかチョコレートっぽい感じがすごくします。で、フライパンが温まってきたならば、ごま油をいきましょう。ごま油。で、ごま油を引いたら、ひき肉を炒めていきます。この間冷凍したひき肉ですね。今日大活躍。ちょっとまだ凝ってっかな。せい。で、これを炒めながらほぐしていきます。わっわっ。いい感じ、いい感じです。わあ。ちょっと凍ってます。どんまい。で、まあ、ある程度ほぐれたならば、お酒を入れましょう、お酒。まあ、風味付けとか臭み消しとかもあるんですけど、まあ、火通すためっていうのも結構強いです。で、ニンニクと生姜。よく出てきますね、ニンニクと生姜。はい。全体的にお肉に吸わせるような感じでほぐしていきます。はい、こんな感じ。で、ネギもこの時点で入れちゃいましょう。よいしょい。お、ネギ大量。半分ぐらい良かったかもしれないですね。あ、こんな感じで、こんな感じで。はい。で、お豆腐も用意しましょう。お豆腐、パッケージを開けます。端っこの方を切ってあげて、で、真ん中の切ってあげてと。よし。これで、ペロッと出てきます。で、お豆腐、料理によってはね、その水切りしといた方がいいんですけれども、麻婆豆腐は別に水切りする必要は全くないので、水切りつつにそのまま使っていきます。一番最後に仕上げで入れるので、それまで容器の中に戻しておきましょう。で、この時にそのポイントとしてはね、小さくしすぎないこと。小さくしすぎない。大きい分にはね、その後からほぐせばね、小さくなるんですけども、小さくしすぎてしまうと、後からも集積しなくなって粉々になってしまうので、できるだけ大きめで仕上げておくと良いかなと思います。はい、いい感じです、いい感じです。火が通ってきました。塩コショウをほぐりましょう。塩コショウ。OK。で、ポーチも入れちゃいましょうか。洗い物したいから。本当は最後に仕上げ入れたいんですけども、洗い物したいんで、先に入れちゃいます。ほいほい。で、ある程度火が通ってきたら、味を入れていきましょう。まずお酒。ダボボボってね。そして赤身と甜麺醤でも OK です。で、甜麺醤の場合は大丈夫なんですけども、赤味噌の場合は結構これ硬いんですよ。このまま入れて結構ダマになってしまいがちなんですよ。なんで一回この木べらとかに取ってあげて、ここでこのほぐしながらちょっと水分とかを含ましてこのねほぐしてあげながら焼き上げると良いかなと思います。スプーンでもいいですし、フォークでもいいですし、お好きな方でちょっとこのひき肉とかスープとかその水分とかをね、こうなすりつけながら、ちょっとずつほぐしてあげると、良いかと思います。でもある程度ね、大きくても、最終的に、ガーッとスープ入れて煮込むので、ある程度大きくても大丈夫です。まあ、なんとなく、気持ち程度、こんな感じでほぐしておいてあげましょう。で、その次、豆板醤。これを入れると、めっちゃ辛くなります。ガチ中華っぽくなります。ガチ中華っぽく。で、辛いのが苦手な方は、ここでちょっと控えめに入れましょう。辛いのが好きな方は、ここでたっぷりめにいきましょう。自分の目安としては、まあ、大さじ1ちょっとぐらい、わーってもいいんじゃないかなと思います。ここでそのたっぷり入れると、割とガチ中華っぽくなってきます。豆板醤辛いからね。OK。
いらんです、いらんです。で、ここでお湯を入れましょう。お湯。で、本当はそのシャンタンスープって言い方してるんですけども、その鶏ガラのスープを入れなきゃいけないんですよ。さすがに鶏ガラのスープはね、骨が折れる。さすがにちょっとめんどくさい。ので、ウェイパーで代用しましょう。ウェイパー。調味料が多いから味を入れすぎて味が濃くなるのは気をつけてくださいませ。その状態になるとその取り返しがつかないんで、味が薄い分にはね、別に味足せばいいから取り返しつくんですけども、ね、濃くなってしまうように気をつけてください。これでもちょっと多いね。ウェイパーって何気にすげえ味が濃いから入れすぎ注意なんですよ。ちょっと待ってね。はい、おー、いい感じです、いい感じです。だいぶ麻婆豆腐っぽくなってまいりました。で、最後にお豆腐を入れれば、完成という感じです。お豆腐をババッと入れましょう。で、しゃもじでお好みのサイズに切ったりとかほぐしたりとかしながらやっていくと良いかなと思います。あ、調味料いくつか入れたいですね。まあ醤油入れてねえや。醤油忘れてた。醤油。あと、キムチ砂糖。キムチ。こんな感じです。ちょっとそのグツグツ。あとは、しばらくグツグツ煮込んでいくんですが、ちょっとその間に洗い物しましょう。だいぶいい感じなんじゃないでしょうか、いい感じじゃないでしょうか。で、これで仕上げてもいいんですけれども、ちょっと四川っぽく仕上げたい方は山椒の粉を、入れましょう。山椒の粉、結構ね、入れます。いきますよ。こんな海苔。以前その中華料理屋さんでアルバイトしているとき、働いているとき、まあ、そこのお店にその中国人のコックさんがいたんですよ。中国人のコックさんで、その麻婆豆腐で有名なお店だったんで、そのまま毎日毎日そのお客様にその麻婆豆腐を提供したんですけれども、結構そのコックさんがね、言ってたんです。一応ここの麻婆豆腐はその四川風みたいな感じで言ってるけども、全然四川じゃないと。本当のガチ四川はこんなんじゃないからね、なんて、今度機会があったら作ってあげるよ、なんて言ってくれてたんですよ。で、それは同じですか、楽しみですね、いいっすね、なんて言ってたんですけど、で、ある時そのお店終わった後にそのまあまかないっぽく、そのじゃあちょっと今日作ってみようみたいな感じで、その四川風のその麻婆豆腐を作ってくれたんですよ。で、その時にそのね、何がその日本風と全然違うかっていうと、その全く甘くなくてすごい辛いのと、そのめちゃめちゃ辛い、とにかく辛い。で、あとこんなね、汁気がないんです。これ結構その水入れてそのスープ入れたりとかしてるから汁気あるじゃないですか。こういう汁気が全くなくて、もっとこの具沢山な感じなんですよ。こんな汁気がない。で、山椒油ってやつを使うらしいんですけども、その油、ナタネ油、中華って基本的にナタネ油使うんですよ。ナタネ油、ナタネ油にその山椒の粉をそのしばらくつけたりとか、ちょっと炒めたり揚げたりとかして、そのナタネ油の方にも山椒の香りをもうめちゃめちゃ強く移したものを、使うと。で、それをこうね、結構容赦なくバンと入れるんです。なんで、その食べた時にその山椒のね、もう尋常じゃない辛さ、いや、すごい美味しいんですけどね、すごく美味しいんですけど、尋常じゃなく辛くて、びっくらこいた覚えがあります。こんなんなのっつって、で、その時隣にそのまた別の中国人スタッフさんがいてね、コックさんがいてさ、ああ、こんなんこんなんなんて言ってたから、多分四川の方では本当にそんなん食べてるなとは思うんですけれども、もうそのぐらい軽い、本当もうびっくらたまげる、本当にやばい、もうめちゃめちゃ汗かくみたいな感じで、美味しいけどこれ辛すぎないか、これ入れすぎじゃねえかっていうぐらい、辛かった記憶があります。で、まあ山椒の粉今あんだけ入れましたけれども、これ結構まだね、加減してる方、もっとガーッと入れてね、その四川風にしたいなっていう方はもっとガッと入れてみてくださいませ。で、これあとちょっとチャバシャバなので、最後に片栗粉を打って終わりにします。仕上げにします。いきますよ。ちょっと柔らかいんで、入れた時に片栗粉混ぜてあげて、強火にして片栗粉に火を通していきます。ほいっす。で、これ片栗打ってこれで終わりって感じですね。これでもう仕上がりって感じです。あとはそのね、ご飯に、丼にご飯入れてね、そのね、麻婆丼っぽくしてもいいですし、普通にこのお皿に盛って、盛り付けてもいいですし、まあ、その辺は皆様のお好みによってアレンジをしてみてくださいませ。で、こんな感じでおつまみに盛って、
一応ベストな盛り付けとしてはね、緑があった方がいいんで、この中にそのグリーンピースを突っ込んで作るか、もしくは最終的にその小口切りの万ネギとかを散らしてあげるのが一番ベストって感じですね。ちょっと緑が足んないんで、少し色がね、あれなんですけども。で、まあ自分はね、その打開策ってわけじゃないんですけども、ね、妥協策でいつもこう最終的にちょっと塩コショウじゃないか、粗挽きコショウってね、ちょっとそれっぽく仕上げてるんですけども。まあ、もしこんなのが、ね、あれば、皆様の真似していただければっていう感じです。で、辛いのがめちゃめちゃ好きだっていう方は、さらにここからこんな感じで。ブルルンとラー油してたりとかすると、人たらしとかすると、またこうね、あの辛みがアップしてすごく美味しくなるかなという感じでございます。そんな感じです。今日ではちょっと調味料が大変そうに見えたかもしれないですけどね、焦らず、じっくりやればですね、必ずうまくいくと思いますので、頑張ってチャレンジしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。